ジェフ・カニンガムは、ジャマイカ出身で、アメリカ国籍の元プロサッカー選手。現役時代のポジションはFW。1998年の MLS カレッジドラフトで、コロンバスクルーの1位指名を受け入団。2002年シーズンは16ゴール5アシストの好成績を収め、MLS ベスト11に選出された。2005年、2006年の MLS スーパードラフト1位、指名権とのトレードで、コロラドラピッツに移籍。2006年、クリント・マティスとのトレードで、レアル・ソルトレークに移籍。このシーズンは16ゴール11アシストの大活躍で、得点王とベスト11を獲得した。2007年5月22日、アレコ・エスカンダリアンプラス2008年の MLS、スーパードラフト1位指名権とのトレードで、トロント FC に移籍。2008年8月8日、2009年の MLS、スーパードラフト3位指名権とのトレードで、FC ダラスに移籍。2009年シーズンは17ゴールを挙げ、自身2度目となる MLS 得点王を獲得した。2010年12月15日、MLS 再エントリードラフトの2巡目で、古巣コロンバスクルーに指名された。2011年にも MLS 再エントリードラフトに参加したが、どのクラブにも指名されなかった。2012年1月、グアテマラの CSD コムニカシオネスと契約を締結。2012年7月23日、NASL のサンアントニオスコーピオンズにフリーで加入。1999年にジャマイカ代表デビューを果たしたが、後にアメリカ合衆国代表への鞍替えを決断。2001年12月9日の韓国代表戦でアメリカ合衆国代表デビュー。2005年の選出から長期にわたって代表から遠ざかったが、2009年11月のボスニア・ヘルツェゴビナ代表及びデンマーク代表戦で約4年ぶりに代表復帰を果たした。そして同デンマーク代表戦で代表初ゴールを決めた。ジャマイカのモンテゴベイで生まれ、14歳の時にフロリダ州シトラス郡のクリスタルリバーという町に移住した。2001年11月にアメリカ合衆国に帰化。既婚者で2008年9月に娘が生まれている。ありがとうございます。